プロ野球セーブライオンズの前監督辻初彦氏が昨日下田市で講演しました退任から1年セーブライオンズの辻初彦前監督は家庭で会社で活かせるコミュニケーション術と題して初めて一般市民向けに講演を行いました講演では現役時代ライオンズで活躍し 6度の日本一を経験監督就任後もいかに選手たちと信頼関係を築いてチームを2度のリーグ優勝に導いたかを熱く語りました会場には多くのプロ野球ファンの子どもたちも集まり熱心に聞き入っていました